これから蝶々を作ります。まずはじめに半分に折ります。そして上の1枚を下に折ります。これを裏返します。そして中心に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。裏返します。そして角をちょっと出るようにして折ります。裏返します。そしてここの部分を潰すようにして折ります。反対側も同じように折ります。そして半分に折ります。そしてこれを少しだけ斜めに折ります。これで蝶々の出来上がりです。